こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。日本版セミリタイヤの教科書を徹底解説。米国株で始めるセミリタイヤ投資術。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日は書籍紹介をします。タイトルはこちら。米国株で始めるセミリタイヤ投資術。米国株ブロガータパゾーさんの4冊目の投資本です。内容としてはテクニック満載、ゴリッゴリの投資本ではなく、セミリタイヤのための教科書っていったところです。セミリタイヤっていうのはアーリーリタイヤの一種ですね。 多くの人が60歳、65歳で定年を迎える中、彼らより早く引退するのがアーリーリタイアです。そのうち、一切働かないスタイルがフルリタイア、完全リタイアですね。そして、労働を少し加えるスタイルがセミリタイアっていう感じですね。このチャンネルをよく見てくれている人にとっては、サイドファイヤーっていう言葉の方が馴染みがあるかもしれません。資産が少なくてもリタイア可能、サイドファイヤーの3つの魅力と追い風について、こちらの動画もぜひ参考にしてください。一方で、セミリタイアっていう言葉の方が馴染むよっていう人もいるかもしれません。 ファイヤーっていう言葉は最近知られるようになった言葉だからですね。厳密な定義はあってないようなものなので、同じようなものだって理解してください。ということで今日の動画では、著者経歴、セミリタイアまでの道のり、セミリタイアのためのエッセンス5000、資産学別運用プラン、この3点について解説していきます。ちなみに著者のタパゾウさんとはリアルに何度も会ったことがあって、リベシティでも講師をしてもらったりしてるんですけど、ここは音楽性が合わんなーっていう部分は正直に突っ込んでいきます。事業収益メインでファイヤーした僕と、 株の利益メインでセミリタイアしたタパゾウさん。どちらの感性が皆さんに近いか答え合わせしながら聞いてもらえたらなと思います。それでは本題に入りましょう。著者経歴、セミリタイアまでの道のり。そもそもタパゾウって誰やねんっていう人もいると思うので、まずは著者について簡単にご紹介します。怪しいライオン YouTuber が怪しいゾウアイコンの投資家を紹介するっていうシュールな図になりますが、そこはご容赦ください。タパゾウさんは米国株ブロガーです。日本で米国株投資を流行させた先駆けとも言える存在ですね。 2010年から米国株集中投資をスタート。2016年にブログ開始。現在は月間 PV100 万オーバー。2017年から投資顧問のアドバイザーを務める。2019年にセミリタイア達成。日経マネー、ダイヤモンド財など。投資家がよく目にする雑誌に掲載実績多数。5冊の書籍を出版。著者類計10万部長。現在の資産規模は6億円超。純資産で3億オーバーっていったところでしょうか。現在40代。酒好きでマッチョな男性です。めちゃくちゃ大学院ですよね。 相場がいい時はたくさんの送り人が生まれます。最近、米国株系の投資本が大量に出回っていますが、タパゾウさんがただブームに乗っただけのなんちゃって個人投資家なのか、長く生き残っていける本物の投資家なのか、答えはこれからはっきりしていくでしょう。僕は本物だと思っています。さて、彼のセミリタイアまでの道のりを見てみましょう。大学卒業後、通信系の会社で1年働いた後、人材開発系の組織に転職。転職して最初の給料は全額株にぶち込んだそうです。 これを聞いて皆さんどう思われます投資環境が整ってきた今ですら世間には株は博打っていう雰囲気がありますよね。20年前はもっとそういう空気が強かったはずです。周りの人が背伸びして、いい時計、車、スーツを買ったり、両親にプレゼントを買ったりする中、全額株にぶち込むってね、控えめに言ってかなりの変態です。タパゾウさんの投資の目的は人生の選択肢を増やしたかったから。過去このチャンネルでも何度も言ってる通り、お金なくして自由なしと。 お金こそが自由の土台だっていう残酷な現実に25歳で気づいていたということです。徹底的な契約により投資の種線を作る。それをひたすら株式投資に回す。当初の投資スタイルは日本株の集中投資です。そして30歳で1000万円に到達した後、2010年頃には米国株投資に切り替えました。米国企業の収益性の高さなど様々な要因から、米国株投資こそが資産形成の近道だっていう確信があったとのこと。 その確信通り、資産は6000万円から7000万円と順調に増加します。さて、ここで視聴者さんの突っ込みが聞こえてきます。おい、学長、この野郎あの怪しい像に何が起きたんや一瞬で金が増えとるやないかいって言ってね。わかります、わかります、皆さん。タパゾウさんのストーリーを見ていると、展開が早すぎてついていけないよっていう人多いんじゃないでしょうか。昔々、あるところにシンデレラという優しく美しい娘がいました。なんやかんやあって、王子様と結婚して、いつまでも平和に暮らしましたとさ。 めでたし、めでたし、ぐらいの展開スピードですからね。でもセミリタイアのエッセンスは後でまとめて解説します。今はその大きな流れをしっかりつかんでください。皆さんもいずれ辿る道になるかもしれないからです。そして資産が6000万円から7000万円に到達した後は、そろそろ分散するかってことで、銘柄分散の必要性を感じるようになります。10銘柄から20銘柄に分散しつつ、ETF を買ったりして、集中投資から分散に舵を切っていきました。ちなみに米国に集中投資していることは変わらずです。 2017年には1億円に到達。資産1000万円なら10%マイナスで100万円の損失。資産1億円なら10%のマイナスで1000万円の損失。100万なら人生変わることはないけど、1000万円だとそうも言ってられないぞってことで、今度は資産分散に舵を切ります。守りの資産としてまずは太陽光を選択。金額の規模としては2000万円かける5期で1億円です。2500万円は自己式、7500万円は借入れとのことです。 その後さらに資産は増えて2019年3月にはセミリタイヤ。現在は都内に投資用アパート2棟も取得して万弱のポートフォリオを組んでいます。米国株3億円、太陽光1億円、不動産2億円、総資産で6億円ですね。というわけで著者紹介は以上です。次にセミリタイヤのエッセンスを見ていきましょう。タパゾウさんの書籍からセミリタイヤのエッセンスをいくつか紹介します。具体的にはこの5つですね。1つ目、セミリタイヤできる人は常識を疑う。2つ目、 独身者はセミリタイヤ有利。既婚者も共働きなら有利。三つ目。セミリタイヤをするには投資が必須。四つ目。セミリタイヤ期間短縮の鍵は二つ。五つ目。自分で売り上げを立てる。順番に見ていきましょう。エッセンス一つ目。セミリタイヤできる人は常識を疑う人。多くの人が60歳、65歳まで働く中、セミリタイヤする人は少数派です。常識的な行動をとっていたら、大多数の人と同じ結果になるのは当たり前ですよね。 常識的な行動を取るとセミリタイアできない。常識を疑うことができるとセミリタイアできる。この相関は強いということです。親世代、ざっくり現在60代以上の人たちと私たちの世代、ざっくり現在50代以下の世代では時代があまりにも違います。高度経済成長の時代での正解は今も正しいのかこれを疑ってみる必要があるということです。貯金こそ正義は正しいのか保険に入るのは当たり前は正しいのかマイホームは当たり前は正しいのか会社員は安泰は正しいのか こういったことを一つずつ疑ってみる必要があるんですね。私には無理だっていう発想のベースにあるのは常識です。過去の常識を守りながら新しい成果を得ようとするから無理だと思うんですね。常識を疑い、時に捨てることが非常識な結果、つまりセミリタイヤにつながります。再度確認ですが、セミリタイヤを達成したタパゾウさんは非常識な変態でしたね。もちろん褒めてますよ。逆に言えば今までの常識が心地いい人はそのままでいいってことです。 僕は実際にセミリタイヤするかどうかはさておき、お金は間違いなく自由の土台。あって困ることはないから、お金を失う系の常識とは決別して蓄財せよって思ってる過激派ですけどね。エッセンス二つ目、独身者はセミリタイヤ有利、既婚者も共働きなら有利。身も蓋もない話なんですが、独身者はセミリタイヤに有利です。シンプルライフが可能だからですね。ある30代独身の人は資産1000万円でセミリタイヤしました。中田敦彦さん、あっちゃんの YouTube 大学でもこんな動画が出てましたね。 過去僕も紹介した大原ヘンリさんの年収90万円で東京ハッピーライフに関する動画です。家賃3万円、食費1万円で隠居生活ができるのは独身だからこそですね。ちなみにこれは大げさな事例であり、ある意味やり込み芸の極致です。これをそのまま真似しようって思う必要はありません。年収90万円でもセミリタイヤできるんだから、資産1000万円プラス年収150万円とか、資産2000万円プラス年収120万とか、資産3000万円プラス年収100万円とか、 いろいろカスタマイズできるなっていう、こういう感覚が大切です。配偶者や子供がいたら成立させるのは難しいですが、独身者なら可能です。配偶者がいる場合は、パートナーの勤労意欲と金銭感覚が重要です。働くのが嫌とか、金遣いが荒いとか、こういう夫、妻がパートナーだと、蓄財ゲームではもうゲームオーバーです。詳しくは過去動画を見てください。超重要、収入を増やす、投資をするよりも大切なこと。この動画ですね。タパゾウさんの場合は、この2点において恵まれていたようですね。 そして念のため補足です。言うまでもありませんが、これはお金を主軸に置いた話です。お金の価値観が合うかどうかは大切な話ですが、すべてではありません。セミリタイヤに到達できないカップルはあかんっていう話では一切ないので、その辺はご承知おきください。エッセンス3つ目。セミリタイヤをするには投資が必須。実は投資が必須とまで言い切っている人は意外に多くない印象です。なぜなら未来は誰にもわからないからですね。 セミリタイヤには投資が必須ですよーなんて言っといて大暴落投資してる人はみんな大損しましたーなんてことになったらもうめちゃくちゃ叩かれますよ。だから無難スタイルの経済評論家やファイナンシャルプランナーなんかはコツコツ働きましょう。コツコツ貯めましょう。いつかゴールにたどり着けます。みたいなことを言ってる人もいますね。でもこういう無難な意見を聞いている限りセミリタイヤは困難です。これでもお金に困らない老後はてに入りますけどね。それで十分っていう人もそれなりにいるでしょう。だから僕からもはっきり言っておきましょう。 セミリタイヤしたいなら、投資は必須です。株式というアセットは過去211年間の年平均リターンは6.7%でした。直近の1975年から2020年で見ても、先進国の株価指数は4000倍に成長しました。株式投資にはリスクがありますが、それに見合うリターンが期待できるということです。大切なことはリスクを取ること。もちろん容量・用法を守って正しく使いましょう。そして運をつかもうとすること。流れに乗ろうとすること。 お金持ちになった人は99.9%これらを実践してますね。エッセンス4つ目、セミリタイヤ期間短縮の鍵は2つ。学長俺は1分でも1秒でも早くセミリタイヤしたいんだーっていう人は、この2つでセミリタイヤまでの期間を短縮させるしかありません。1つ目が集中投資。2つ目が入金力アップ。この2つですね。入金力とは投資の種線を確保する能力です。1つ目の集中投資ですが、 著者紹介でも解説したように、タパゾウさんは1000万円までは日本株数名柄への集中投資。6000万円から7000万円までは米国株数名柄への集中投資。そこからは10から20名柄、ETF への分散投資。1億円からは太陽光や不動産への分散投資ってことで、奥の資産を作るまではかなり集中投資をしています。未だに株が暴落、暴騰した時はトレードやってますからね。だから僕はタパゾウさんは腕のいい投機家、ギャンブラーだと思ってます。本人にも言ってるんですよ。 他人には長期インデックス投資を勧めてますが、本人は中短期個別株で儲けてますからね。自分は腕がいい投機家なんだっていう感覚ちゃんと自覚しといてくださいね初心者にその感覚で進めちゃったら初心者混乱しちゃいますからねって言ってるんですけどね。そうやって言うといつもね、いや、褒めいただきありがとうございますって言って笑ってるんですけど、悪手の場合ちゃうわ、思いながらね。実際ご本人も40代でセミリタイアしたけど、インデックス投資だけを行っていたらもう少し時間がかかっていた。個別株投資でリターンを高めたってはっきり書いています。 タパゾウさんに限らず、セミリタイヤした人の多くが、分散じゃなくて、集中だったから早くセミリタイヤできたって言っていることは、一つの事実として受け止めるべきでしょう。そして二つ目の入金力に関しては、タパゾウさんは共働きの奥さんがいた、本業以外の収入もあったってことで、平均的な収入の人よりは入金力があったと思います。セミリタイヤ直前期には、月数十万どころの投資額じゃなかったんじゃないですかね。勝手な予想ですよ。エッセンス五つ目、自分で売り上げを立てる。これですね。五千万円の資産があると、 年間150万円から200万円ぐらいの資産所得が生まれます。月約12万円から16万円ですから、これだけで生きていくのは不安に思う人もいるでしょう。でももしも自分の好きな仕事で、自分の好きな時間帯、場所で、月10万円稼げるとしたらどうでしょう資産所得プラス仕事の収入で生活が成り立ちますよね。自分で売上を立てるっていうのは、自分の個人事業や法人で売上を立てるということで、派遣、アルバイトなど雇われて稼ぐのとはちょっと違います。タパゾウさんはサラリーマン時代から、 米国株ブログ、投資アドバイザー業務、太陽光発電設備の管理、セミナー、講演、書籍執筆など、自分で売り上げを立てるための様々な副業に取り組んでいました。世の中には2種類の人間がいます。俺か、俺以外か、ではなくって、自分で売り上げを立てられる人と、自分で売り上げを立てられない人です。結局、世界中のあらゆる研究で明らかになっていることですが、お金に困っていない自営業者が一番ハッピーなんですね。 好きなことを仕事にしなさい。そうすれば一生遊んで暮らせるっていう格言がありますが、投資で資産所得を確保する。好きな仕事で自分で売り上げを立てる。これができれば幸せなセミリタイヤが実現します。雇われる稼ぎ方は仮にいい時期があっても歪みや限界が来やすいものです。自分で売り上げを立てることができれば入金力もアップするし、セミリタイヤの目標を半分クリアしているようなものです。あとは資産を貯めるだけ。で、これを聞いて、 副業収入月3万円とか5万円とか学長めっちゃ難しいわーって悩んでる人がいるのも知っていますが、それでもお尻を叩きます。なぜならその先にいいことがあるからです。月5万円稼ぐコツは月5万円稼ぐまでやめないこと。それだけです。そっから先はドカンと膨らみます。一緒に頑張りましょう。次、資産額別運用プラン。最後に資産額別の運用プランに触れていきます。この4フェーズにおける資産運用戦略ですね。金融資産100万円から500万円。 金融資産500万円から3000万円。金融資産3000万円から5000万円。金融資産5000万円から1億円。このあたりはタパゾウさんと僕とで価値観が違うので、その辺に触れながら解説します。先ほどから話をしていたエッセンス5000も念頭に置きつつ聞いてください。フェーズ1、金融資産100万円から500万円。このフェーズでは大事なのは、金額ではなく、時間です。運用額の多い少ないは気にせず、とにかく早く投資を始めましょうということです。 早くに資産運用を始めることで、知識と経験が集積されるからです。お金を貯める技術を身につける。お金を貯めるのがうまいか下手かは、スポーツのうまい下手と同じで、技術の問題でもあります。練習すればうまくなるってことですね。そして属性を磨く。収入を伸ばす。いい会社に転職するなど、これに注力しましょう。そもそも何か難しいことをやらなくても、年利5%、月7万円積み立て、40年間運用、これで資産は1億円を超えてしまいます。 早く投資を始めてそこそこの額を投資に回すだけで価値は見えるんですね。タパゾウさん的には資産1000万円ぐらいまでは米国株100%、積立メイン、積立てニーサやイデコ、これで行きましょうとのことです。僕との価値観の違いは米国株か全世界株かっていうところでタパゾウさんよりは僕の方が若干全世界株よりなことですね。米国に集中投資をするっていうのは全世界で米国が他のどの国よりも有望だっていう難しい判断を一つしているってことですからね。 それを判断できる経験や知識がない人は、全世界株の方が無難かなと思います。フェーズ2、金融資産500万円から3000万円。ここまで来ると、福利の効果を感じられるようになります。証券講座を開くたびに、おー、たった1ヶ月で随分増えたなー。こういう感覚になるということですね。タパゾーさん的には、資産500万円に達したら、サテライト投資を意識すべしとのことです。インデックスの積み立て投資をメインに、利回りを高めるスパイスを入れるということです。S&P500 などのメインが全体の8割。 ナスダックや個別銘柄のサテライトが全体の2割が目安っていう感じですね。また単に積み立てて放置するだけではなく、相場の上げ下げを捉えてうねりを取ることも検討余地があります。短期のトレードで利益を取りましょうってことですね。僕との価値観の違いは、僕は積み立てニーサやイデコを o m a x それ以上は後輩当株や不動産。タパゾウさんは積み立てニーサやイデコを o m a x ここまでは一緒なんですけど、それ以上はハイリスク銘柄やトレードっていったところですね。 積み立てメインなのは同じなんですけど、その枠から溢れたお金の運用スタイルが違います。タパゾウさんは資産額を増やすことを重視している感じですね。僕は資産を大きくする前の段階からすでにキャッシュフローも意識しています。資産額拡大っていう点では効率的なのはタパゾウさんのスタイルです。この価値観の違いは後になって聞いてきます。フェーズ3、金融資産3000万円から5000万円。3000万円を超えたら資産分散を考えます。 株式というアセット内の銘柄分散ではなく、債券や不動産などを対象にした資産クラスの分散です。儲けるためではなく、リスクヘッジが主眼にあります。こちらご覧ください。資産3000万円というと、いわゆるアッパーマッソーですね。資産3000万円未満のマッソーのうちは、分散は資金効率が悪い。資産5000万円超の純富裕層になってから守りの分散を考える。このあたりは実際にセミリタイヤを達成した人の温度感ってことで参考にすべきです。とはいえ、僕とはこのあたりの温度感にも違いがあります。 最初に集中投資で失敗してお金が増えない期間が続くと投資が嫌になって資産運用自体をやめてしまう恐れがあります。それこそが一番大きな機械損失。僕としては爆発力を防せて,てでも最初から守りも重視すべきだと思っています。ここ数年の株式市場がスタンダードだとは思わない方がいいでしょう。フェーズ4、金融資産5000万円から1億円。ここまで来るとセミリタイアできるか具体的にチェックできる段階です。 タパゾウさんが推奨するような資産額を増やす投資をしてきた人は、資産を組み替えてインカムゲインが得られる投資をするか、つまりインデックスを打って後輩投株を買うとか、4%ルールなどに基づいて資産の取り崩しをしていくか、どちらかを選択することになります。ちなみにタパゾウさんは後輩投株への組み替えは否定していますね。含み益のある資産を打って組み替えると税金面で損をするからです。僕自身もインデックスから後輩投株への組み替えは難しいと思っています。 微妙です。インデックス投資で増やしてから高配当株投資に切り替えるのがいまいちな3つの理由。この動画もご覧ください。一方で資産額に合わせてキャッシュフローも増やしてきた人は、ポートフォリオはそのままで配当金や家賃収入を得る。例えば月10万円とか、事業所得もそのまま月10万円とかですね。2つ合わせていけると判断したらセミリタイアするだけですね。資産額を重視するか、それともキャッシュフローも重視するか、先ほど後から聞いてくるって解説しましたが、それがこのフェーズです。 実のところお金は増やすより使う方が難しいんですよね。人には一度貯めた財産は取り崩せないっていう弱点があるからです。タパゾウさんは書籍でたびたびこう言ってます。後輩当株を選ぶのではなく S&P500 などを買って取り崩していけばいい。資産の取り崩しプラスちょっとした労働収入で賄えばいい。これは確かに経済合理的で理論的には正しいかもしれません。ところがです。僕の知る限りタパゾウさんはセミリタイヤしたのに資産の取り崩しはやっていません。っていうかどんどん増えていってます。 人はとにかく一度貯めた財産が減るのが死ぬほど嫌な生き物なんです。皆さんもなんとなくわかるって方いらっしゃるんじゃないでしょうか。セミリタイヤした後も働いて収支トントンにできるなら仕事は辞めずに続けて、資産運用は資産運用として永遠に増やし続けよう。こう考えてしまうものです。妖怪減らしたくない。お金を減らさずに済む選択肢があるならそちらを選択する。妖怪あとちょっと。例えば1億円貯めると1億1000万円欲しくなる。こいつらは間違いなく存在します。 NASA に調査してもらえれば科学的に存在を確認できるでしょう。キャッシュフロー重視の投資はある意味メンタルトラップにはまっていますが、コップの水は満杯のまま、年に一回こぼれてきた水だけは飲める。この状態は人にとって本能的には受け入れやすいんですね。こちらの動画も参考にしてください。インデックス投資をしないで配当金投資を実践している理由。この動画ですね。タパゾウさんが実際に資産の取り崩しを始めて、量産さん資産3億円から資産1億円まで減らしました有意義に使いましたよってこう言ってくる日が来たら、 お見それいたしました。あなたは動物的本能を克服したパーフェクトヒューマンですってごめんなさいしたいと思います。ただ、利益の大半を配当で確定する高配当株投資ですら元本部分も増えちゃいますからね。キャピタルが増えやすい投資をしてるんだから今後も増えちゃうんじゃないかなと思ってます。以上の通り、金融資産100万円から500万円は米国株積み立てオンリー。金融資産500万円から3000万円は2割のサテライトで個別株や ETF でうねり取り。金融資産3000万円から5000万円は債権や不動産で守りも意識。 金融資産5000万円から1億円はセミリタイアの体制を整えていく。こういうイメージですね。投資の種線は投資の利益で稼ぐっていうスタンスです。僕の場合はどのフェーズでも一貫して、分散して資産運用が嫌にならないようにしっかりリスク管理しよう。投資の種線は事業所得でブーストしよう。早くからキャッシュフローを確保して少しずつ経済的自由の醍醐味を味わおう。っていう感じですね。これはどちらが言い悪いという話ではなくて、どちらが自分に向いているかという話だと思います。これ以外の方法もありますし、何にせよ正解はありません。 なお、キャピタルゲインを取りに行くのが王道で、高配当株投資はマイナーです。富士山の登り方には色々なコースがあります。どのコースを選んでも登れることには変わりありません。自分に合ったコースを選んでもらえたらなと思います。まとめいきましょう。セミリタイヤの成功例から資産学別の運用方法を学ぼう。というわけでタパゾウさんの新刊、米国株で始めるセミリタイヤ投資術についてこの3点を解説しました。1つ目、著者経歴、セミリタイヤまでの道のり。2つ目、セミリタイヤのためのエッセンス5選。 3つ目、資産学別運用プラン。この3つですね。今回の動画は書籍の目次に沿ってそのまま紹介したのではなくって、これは伝えておきたい。僕がどう考えているかも合わせて紹介したいっていう点だけまとめたってものです。僕の感想をふんだんに取り入れたので、この書籍の良さを30%も紹介できてないと思います。まだまだ面白い話題がたくさん盛り込まれてますからね。とにもかくにも他人の成功体験談を1500円前後で読めるなんて安いものです。この書籍は日本版セミリタイヤの教科書ってことで広く長く読まれる書籍になるでしょう。 この動画を最後まで見切ってしまうぐらいセミリタイヤに関する話題が好きな人は呼んで後悔することはないと思います。いつものように動画の概要欄にリンクを置いておくので興味がある人はポチッとどうぞ。もし学べるところがないよーっていう人がいたらもうセミリタイヤまであとわずかっていうレベルになっている人でしょう。こうやって誰かの成功例を共有していって一人一人が自分らしい理想の生活を送れるようになるといいですね。またいい本があれば紹介します。以上を参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。 正解ルートは一つではないっていうところも投資の面白さの一つですね。自分の目的、正確にあったやり方でゴールに向かって登っていきましょう。何より大切なのは、いくつかの適正ルートを知った後の行動です。ということで、これからもしっかり学んで行動して J の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。自分に合ったルートを選ぼう。それでは今日も、いい一日を